に、いつもよりピリッとした空気感だよね。先生たちも全員スーツだし、この感じも写真に撮っておこうかな。さやちゃん、すっかり新聞部の専属カメラマンさんだね。頼まれただけで全然そんなんじゃないよ。それに私も卒業式のいろんな景色写真に残しておきたいなって思ったから。リミリンの写真も撮ってあるよ。ほらこれ。いつの間に、しかもこの私めっちゃ顔こわばってる。そんなことないよ、すっごく可愛く撮れてる。本当？ならよかった。それにしてもかすみちゃんたち細いね。大丈夫かな。間に合った。まだ卒業式始まってないよね。始まってないよね。かすみ、よかった、間に合って。あんなに一生懸命走ってきたんだもの、間に合うに決まっているわ。ギリッギリのギリだけどね。もうなんでそうすぐフラフラするの、あんたは。だって来る途中なんだかお腹が痛そうな顔をしている鼻先側の子たちをたくさん見かけたの。放っておけないでしょ。卒業式はみんな笑顔で出席するのが一番だと思うの。鼻先側女子学園スマイル卒業式の始まりよ。いや、卒業式ってそういうのじゃないから。でも笑顔にしたいって気持ちはすっごくわかるよ。私も卒業生にパーティー楽しんでほしいって思ったら、あれもしたいこれもしたいってなっちゃって、気づいたら朝になってたもん。あははは、やっぱモーニングコールしておけばよかったね。あれ、そういえばアリサは？アリサちゃんならあそこだよ。ほら、先生たちの横、生徒会席。今日は進行役だからね。おーい、アリサ、間に合ったよって、全然気づかないや。ん？なんかちっちゃい紙をじーっと読んでるね。ただいまより花咲川女子学園卒業証書授与式を始めます。ただいまより花咲川女子学園卒業証書授与式を始めます。ただいまより。なんか儀式の呪文唱えてるみたいだね。大丈夫かな。昨日もパーティーの準備の後ずっと掃除と司会の原稿を読んでたよね。そうだね、みんなでアリサにパワーを送ろう。こうやって手をアリサの方にかざして、アリサ頑張れって気持ちを送るの。それよ、アリサも絶対笑顔になれるはずだわ。いやいや、どっから来るのその自信。アリサちゃん頑張って。てりみはもうやってるし。よし、それじゃあ私もやりますか。アリサ、練習通り頑張れ。あ、こっちもいた。みんなもう一回だよ。せーの、アリサ頑張れ。やめろ。やったー、アリサに届いたよ。これでアリサも大丈夫ね。口はやめろって言ってるように見えるけど、でもま、市ヶ谷さんならうん、やれるっしょ。ったくあいつら、ほんとよくあんな恥ずかしいことができるよな。まあおかげで気が抜けたっつーか、力は抜けたっつーか。そうだな、うん、ちゃんと気持ちを届けよう、先輩たちに。先輩たちの卒業式なんだから。
ところに真っ赤なお花のトナカイさんと思ったらひーちゃんでした。他の意地悪、自分でも分かってるんだからわざわざ言わないでよ。ひまり、ティッシュ足りるか？私余分に持ってきたからあげるぞ。ありがとう、トモエ。でも大丈夫、箱ティッシュあと2箱あるから。さすがリーダー、準備がいいね。だな。おっと、始まるみたいだぞ。卒業生入場。在校生来賓の方々は拍手でお迎えください。招します。おめでとうございます。